を壁に飾りたいと思うので、その飾り方を紹介したいと思います。では場所を移動したので、使うものを出したいと思います。はい、出ました。もしかしたら他に必要なものがあるかもしれないのですが、一応これで全部になります。では一つずつ紹介していきたいと思います。まずはこちらのお花なんですけれども、今回2020年の春ツアーが月森冬香さんが花をそれぞれテーマにしているということで、その花を買ってきました。私はセリアで買いました。造花なんですけれども、まず浦田さんが緑の菊はなかったので白の菊を買ってまいりました。こんな感じです。そして島さんが紫のバラ、本当は大きいバラが欲しかったんですけど、バラに見える別の花しかなかったのでこちらを買ってきました。ちゃんとこのタグのところにあのバラって書いてあるんですよ。ローズですか、すいません。で次に坂田さんが桜、こんな感じでたくさんついています。そしてセラさんのユリ、こちらはユリ三輪って書いてあります。ちょっとカメラの角度に見づらくてすいません。そして次に今回ワイヤーネットを使って飾ろうと思っているので、こちらのワイヤーネットです。私はダイソーさんで買いました。そして次にこちら浦島坂田線夏ツアー2019の幕張で落ちた花びらになります。こちらも使えたら使っていこうかなと思っております。で次に飾る缶バッジたちです。こんな感じです。で次に絵の具です。これ小学校の頃に使っていたパレットなんで、すごく汚いんですが、筆と筆と絵の具です。緑系ですね。水を入れるためのコップ、あとはハサミです。それでは作っていきたいと思います。私がスマホで撮影しているせいで、こんなにも見づらい角度になってしまって本当に申し訳ありません。では作っていくのですが、その前にワイヤーネットなんですが、私はこちらの中で12345678910111マスあるんですよ。今回私は浦島坂田線のグッズを飾りたいと思っていて、4人全員飾りたいんですよ。そうなった時にこれが綺麗に4つで分かれるようにしたいんですね。大体この1つの十字で1つ缶バッジが飾れるんですけど、これですぐ横の十字の向こう飾ってしまうと缶バッジがかぶってしまうんですよ。なので、私は1個十字を開けて、缶バッジを飾っていきたいんですね。そうした時にこちら12マスなので、脇を2に開けてこう4つできるんですよね、十字が。ということでこの大きさにしたんですけど、皆さんが作るキャラクターや重なってもいいよっていうと、あと大きい方がいいとか、大きさ的にちっちゃい方がいいとか、人によって違うと思うんで、マヨネットは結構ワインではなく、数とかも数えて書く方がいいと思います。最初にやることなんですが、このお花さんたちを飾ってから缶バッジを飾りたいので、このお花の準備をします。まずこの浦田さんの菊ですね。この菊ができれば緑にしたいので、これを絵の具で少しだけ塗っていこうと思います。でも全部を緑にするとちょっと良くないなと思うので、私はこの真ん中あたりだけを緑にしていきたいなと思います。このままだと塗りづらいので、切ってしまいたいと思います。ですね、もう包丁で取り出してやろうかと思っていたら、これがこう、スッと抜けて、はい、取れましたね。でもこれ結構大変なので、気をつけてください。絵の具を準備したいと思います。っていうか私、そもそも絵の具がすごく下手な小学生だったんですけど、やっていきたいと思います。こんな感じでとりあえず白と黄緑を出しました。緑もいいなと思ったんですけど、そもそも浦田さんのイメージカラーは緑なので、でもなんか濃すぎるなと思って、ちょっと綺麗な感じにしたいので、とりあえず黄緑を打っていってみます。白も出したのでちょっと待ってみます。パステルカラーね、一応菊が塗り終わりました。こんな感じでですね、この辺全体的、この真ん中の辺だけ黄緑を塗って、周りにこう黄緑をちらつかせてみました。ちらつかせパーッとやってみました。でどうしても緑がいいなと思ったので、真ん中だけ少し緑を使ってみました。どうでしょうか。少し浦田さんっぽい菊になったかな。菊って感じがしなくなっちゃったんですけど、今度は
まあでも聞くなのでいいかなと思っております。付属できたので他の花とも他の花もこう切って短くしていきたいと思います。難しいです。なんかうまくこっちの方向向いてくれなかったり、あと数が違うんですよ花ので。桜は小さいので菊が結構ボリュームがあるので、それに比べちゃうと結構少ないなと感じたので、また買い足すかもしれないですね。バラも同じです。結構ちっちゃいので一つ一つが、あとちゃんと長さを残して切らないとやっぱりちゃんとつけられないなという感じでした。あとはここに一つずつ缶バッジをつけていきたいと思います。はい、とりあえずですができました。イエーイ。ちょっと周りの汚い部分が映ったりしちゃうんですけれども、缶バッジについては触れないでください。いや他にもあるんですよ、他にもあるんですけど等身で埋めたくて、そしたら等身がこれしかなくて、後々頑張って集めていきます。本当にすいません。この花びらはスティックのりでつきました。本当は風のチップとかもね飾りたかったんですけど、ちょっとどうしようかなって感じで。でこれは壁に飾るので下が浮くじゃないですか。そしたら多分ここにストラップとかもつけられると思います。でこれをやる上での注意や持ち物などを概要欄に書いておくので、ぜひ参考にしてください。ではここまで見ていただいてありがとうございました。よければチャンネル登録とコメントもよろしくお願いいたします。ツイッターもやっているので、概要欄からぜひ飛んでください。じゃあ、バイバーイ。